スポーツはやってました。大学までバスケットボールやってて、で、まあ、体のことに興味が向いて、でもっと勉強したいなと思って、そこから、まあ、教育系の大学だったんですけど、まあ、教員にならずに、で、まあ、勉強の意欲が湧いちゃったんで、大学院の方に行って、トレーナー目指すきっかけになったのは、その時にアルバイトでフィットネスクラブ、フィットネスジムですね。で、バイトしてて、で、その、まあ、トレーニングとか皆さんのこの一般の人のフィットネスの現場を見た時に、あ、なんかもっと僕に伝えれることというかやれることここにあるなと思って、でそれからもっとあの現場志向になったっていうのが、まあ、一番最初のトレーナーを目指すきっかけですね。で特にその2ヶ月後の減量よりも1年後の健康っていうこの僕の指導の、まあ、モットーといいますかに掲げている通りでして、皆さんやっぱり短期的に大幅に痩せたいっていうところをダイエットのイメージで持っているいらっしゃる方が多いんですね。皆さんに考えていただきたいダイエットは短期的に大幅に痩せるんじゃなくて、1年後長く見据えて、さらに2ヶ月後の減量痩せるよりも1年後の健康、痩せることよりも健康っていうのを見据えて長く取り組んでもらいたいっていうのが、まあ、全て詰め込まれたあの一つ一文になっております。重要だと思います。僕がお客様側だったとしても、まあ、最低限の清潔感欲しいなって考えるんで、髪の毛、まあ、例えばもう極端ですけど寝癖のままセッションしたくないし、あとはヒゲのこととか、まあ、最近だったらマスクしてるんで見えないですけど、まあ、マスクの下でもしっかり整えて対応させていただいたり、あとはシワシワのボロッボロの服で出ないようにとか、そういったところは気をつけてます。大人になってからどうにかしたいなって考え始めたきっかけが一つあって、でそれがボディメイクのコンテストに出た時に、そういう時って全部剃るんですよ。あの見えるところ全部剃るんですね。で剃ってツルツルになった後にもちろん生えてくるんですけど、その時に改めて、うわ、なんか体毛ってすごいインパクトだなって思ったんですよ。でそこであの改めて客観視したというか、あの本当に軽さにびっくりしました。こんなに軽いんっていう、なんか握りやすいし持ちやすいですね。まあ、T だとあの細いもの持ってで結構体大変だったんで、これ握りやすいとなんか体全身やりやすいんだろうなっていうのが想像できます。じゃあ次は6ミリでやってみたいと思います。あ、6はめちゃくちゃ揃えてる感がありますね。なんか T 字の時こういうとこ気にしてたんですよね。なんか反りにくいし、であと面のところはやりやすいんですよね、 T 字でも。こういう丸いところがすごく反りにくかったなって思い出しました。でもこれだとストレスフリーに処理できます。あ、もう非常に簡単に安全になんか気楽に反れるっていうのが一番の印象メリットかなと思います。やっぱり左やって右足見たらやっぱ濃いなっていう、なんかそのギャップを見るとよりこう思い知らされるというか、なんでこれぐらい整ってる方がなんか視覚的にもスッキリするなって思います。はい、ちょっと継続してやってみます。